今日はホットイタリアーノを作ります。はい、ということでね、まずはオレンジを絞ります。だいたい3つぐらい使いますかね。まあ全然生のやつじゃなくてもね、市販のオレンジジュースでも大丈夫ですね。あとオレンジの代わりにみかんを使ってもね大丈夫でございます。この間作ったジンジャーシロップちょっと入れてもね美味しいかもしれないですね。スパイシーになって。はい、絞ったオレンジジュースをね温めていくんですけれども、煮えたぎらないようにね、沸騰直前でペッと止めてください。そしてこちらアマレットというリキュールなんですけどもね、杏子の核を使ったリキュールで、まあ、味は杏仁豆腐みたいなね味でございます。まあ、ジンジャーエールとか牛乳でも美味しいですね。肌寒くなってきましたんでね、ホットカクテルいかがでしょうか。ぜひお試しください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。